小籔さんに風数やではなく風数やが正しいということを伝えてみた風数やちゃうの風数やです風数や、はい、今日あの来る途中のナイツのラジオにゲスト出られてたのを車で聞きながら来たんです川谷絵音さんが、風数や好きやっていうので初めて知ったっていうのを全部風数や風数やっていうのは風数ややのになと思いながらやーって伸ばせへんじゃん風数やですね、はい、なるほどすいません人のそういうのあるよなまあ、直すほどでもないしみたいなその場ではね古舘さんと飲んでたら古舘さん結構いやあの人すごいよな僕なんて本当ああいうことできないからすごいジェラス感じるんだよなってジェラシーのことジェラスってそれは正しいんでしょうね古舘さんが言い張るというのはなんかあるんでしょうねこちらは多分言い方としてあと渡辺篤さんのカフェのことのキャフェがすごいねキャフェキャーがすごいからねあるんですね、うんさあ、今回はですね以前放送されました番組スタッフチャクラの企画です岩尾の愛犬つくしと、私後藤が飼い始めた、ポピーを小籔さんのライカで撮影してもらいたいという内容なんですよね、うん、はいはい、うん今日は小籔さんの終わった言うてそうですよねジュニアさんに関してはもう残すものが何もないですよ、ね、俺もじゃあ撮ってもらおうかなあ、はい、俺もああ犬になってね、うん、だから僕連れてきましたよ見たいそれは見たいわそうやってタクシーに乗せて移動するっていうのももう初めてポピーとつくしが会うのももちろん初めて今日初めてですえ、のんちゃんがポピーを見るのも初めて初めて見ます、はい、あ、来た、ね、あ、来ましたね、この茶色い子が濃い、濃い、やっぱ濃いな濃い茶色い子がポピーです、まうん、あ、こっちポピーやったっけ、はい、で、こっちがつくしですはい、すいません動画としては初公開ですねえ、かわいいね、はい、来た来た来たはいはいはいまだ、はいはいうん、9ヶ月、うん、えはいうちの次男と一緒やちょうどああというなんでそっち行くの、ね、2人であら あらなんか楽屋で一緒やったみたいで、うん、この2人が、うん、ちょっとある程度仲良しになったそうです あそうだ、はい、この2人の写真をあのライカで、うん、撮ってもらおうということです、うん、犬よりライカに食いつかんかいあ、もうライカそこでおった何やほんまになんか来たら色濃いなぁ言ってたけどライカが一番濃いわ真っ黒やけどえ、ポーピーは男の子な女の子な女の子ですあ、ほんまはいあ、そうなんやはいそうですねおもんない回なるぞ、今日はいや、何やこれは犬好きな人もね、やっぱりいますから、うん見てくれる人も増えるんじゃないですか、うんうん、いやその犬をよく見せる環境ちゃうやんここ最高のスタジオか知らんけどさ、はい、もっとそのドッグランでおるとかさ、うんはい、芝生のあるところでこういうまあなでも今ちょっとね行かれへんのじゃそれはだって、はい、なあつくしもポーピーもドッグランで自然の方が、うん、なんでさっきからコーヒーのイントネーションなんですかなんでポーピーって言ってるんですかうわ、バレたバレるわ一発目から分かってるポピーチャレンジすぐバレましたねさあ、これチャクラ、はいワンちゃん連れてきましたけど、うん、写真撮ってもらってなんかどうすんの一番いいなって思える写真を、はい、ツイッターに載せますおいそんなしょうもないことのためだけにお前これ持ってきたんかい、はい ちなみにおいくらでしたっけ70からしとんねんうわ70オーバーや、すげえちょっと公式ツイッターがあんまり伸びてなくて、うん、フォロワーがあ、そうなんやなのでちょっとワンちゃんの写真をこういい感じのを載せたら増えるんじゃないかとはい、はい、えらいのが来たでもうめちゃくちゃ人懐っこいんですよすごいねはいだからドッグランも連れて行ったんですけどまだ1回2回ぐらいですけど、うん、もう犬に行かずに人に行くんですよへー、はい、それはええのいやまあいいと思いますけどね何そのエピソード
おもろもない。どう犬やの思ってね、一人行くんですよ。シーン。いやいや別に笑かそう思ってませんよ。普段と撮ってるやつを見せてよ。うん、撮ってみて。まあ、あんまり僕はあんま撮らないですけど。うん、あ、ポピー、ポピーちゃん。ボビー。ボビーって言う。ボビーって言うやん。いやそうなんですよ。もうポピーが派生してボビーとか、うん、ボビちゃーとか、うん、なんかそんな呼び方なんですよ家では。変わっていくね。ええ、はいはい、もううちの奥さんプーコーって呼んでますから。名前パニックのあれやる。もうむちゃくちゃなんですよ。こっちこっち。ボビー、ボビー。なんでそっち行こう。ほら取れましたよ。こういう。可愛いなお前。これでもよくないですか、バミリーに向かう犬。サブタイトルつけるのなしやん、ね。タイトルつけるのなしや。リチギナ。リチギナ。これちなみに今までか過去に小籔さん、はい、動物捕らえたことあるんですか。あ、ライカではないです。まだないです。これから初の。何すんの？何すんの？なんか熱いわ。どういう感覚だ。なんか自分の愛犬が岩尾に寄り添いに行ってんのめっちゃ恥ずいな。可愛いな。いやこれ写真撮ってくださいよ。ここで、うん。これリードつけっぱなしでいいの？ないと大変です。まあもうなかったらもうドワー向こう走っていくよ。少しはでも大丈夫ちゃうか。一回外してみて。なん。どこ行くん？走っていったよ。大丈夫ちゃうか。あれ。あかんか。あかんかったか。まあまあでもそんなに走り回ることはなかった。うん。もううちはもうダメ。こっちがもうだからすごいっすよ。学校屋でもすごかったです。いやそれはもう若いですよ。好奇心しかないですから。ね。あんまりうち寄ってこられても吠えないんですけど、あまりに来るからワンって久々につくしのワンっていう声聞きましたもん。何やそのエピソード。いやそうなるって。乗ったらへんわ。いや犬の話って大体こんなんですって。いいですか先生。ちょっと先生撮っていただいていいですか。これほんまもしもざっくりYouTube を見てはる、はい、ハイアマチュアの方おったら、はい、僕がいかにアウェイかコメント欄書いてください、これ、ほんま写真のことも何も分かってへんアホのスタッフがここで撮ってくれ、はい、ええようになるわけない、この場所がね、ほんなえ、何がダメなんですか。テレビというか YouTube を撮るには最高の照明ですけど、ほんでまた地面と壁の色がこんな感じになってんのに、うん、写真になるわけない。先生聞いてませんよ。おい。おもろな犬のエピソードした2人。全然聞いてませんでした今。犬に行かなくて人に行くんですよ。なあそれ。久しぶりにワンって聞きましたわ。は？ちょっといいっすか。これほんま1回舐めたら75万請求するからな。人なんだって。いやいやちょっとそれは潰れないでしょ。こんな嫌やんこんな。人でもですか。人は逆になんでライカを舐めるんですか。ちょっとチャクラサランアップ。え、レンズ舐められたら嫌からサランアップ巻くわ。え、それなんかちょっとぼやけたりするんちゃう、うん、いやこれはもうソフトフォーカスになるというなんか簡易的なテクニックとして俺カメラの本で見たことあるんだ。あーやるかい。降りたいんですよ。おもろもない鳴き声。おもろないわそら。プラスにもなるってことですね。プラスにもなるというふうなラップでこともあるけど、俺ほんまこれはしたくないよ。危な危ないよ。君には罪ないけどね。70万よそれ。前はいいか。こう、まあ、抱っこされてる状況やっていこう。はい。あ、いいですか。ならんよ。遅れさんとかもすごかったよあれ。それはもうボーってこれ持ってる時に喫煙所で、あっ、あですやん。いい写真。ええことないわ。え？いや被写体が可愛いからいいんじゃないですか。こうしましょうか。あ、何？あ、じっとせんわ。おもろいかこれ。いや、いいのはじっとしないですよ。これでも嬉しいやろな、飼い主にしたら。さくらはどれぐらいを目指してんの？あ、でもいいと思います。スマホじゃない。違う、やっぱ。いや、全然違いますね。全然違う。これいいかも。すごい可愛いの撮れた。
あれあれもっとかもっと可愛い被写体ジュニーはいいんですよ。いや今回犬でしょ。だって撮りやすいわ。ずっとしてるわ。すっごい可愛い。あ、いいね。二人は無理だ。そこに。あ、多分いけると思います。二人行こう。せっかくこんな機会も。おぉ、ええやん。あ、立ち位置ちゃんと。立ち位置逆や。ええわ。少しこっちや。こっちこっちこっち。ええやん、ええやん。ええやん。ボビー、ボビー。降りたい。降りたいな。やっぱ。あ、いいやん、いいやん、いいやん。ああ。こっちだけ取ってもらおうか。つくしの方が取りやすいね。来なくていいの。でもこんなカメラで撮ってもらうことなかなかないやろ。なかなかないです。まあほんまにもスマホレベルですよね。ああいいですね。かわいい。なんかかっこよさもあります。なんかちょっと凛として。これぐらい、はい、ありがとうございます。2人で並んでるやつやってください。潜在写真これにする。なんでやろ。あ、ええやん。二人とも割と見てる感じだったこれかな。あーでもいい。モノクロになったらすごいいい感じですね。これにします。これ、はい、決まりました。これこれチャクラ、これ今回これやってみました。あなたの企画ですけど、はい、いかがでした、うん、なんとかなってよかったなと思ってます。なんとかなった。見えてなかったんかい。たまにこういう本若会もいいんじゃないですか。たまにジュニーが入ってくる。いや、ジュニーいないんよ。いろんなジュニーが。あのやっぱツイッターをフォロワーを増やすっていうのがもともと目的だったので、うん、だからオンエアで乗っけてない写真もツイッターで見れますよみたいにしたらいいんじゃないの。あ、そうですね、うん、そうですね、はい、うん、さあ、それではですね、この企画の配信後チャンネル公式ツイッターに写真をアップするということなんで、うん、はい、皆さんよければ、フォローしてください。はい、ポピーとつくしでした。ありがとうございました。ライカもや。ライカもや。いや、ジュニーはええやん、もう。じゃあポピーとつくしとジュニーとライカでした。チャンネル登録よろしくお願いします。何やそのエピソード。いやそうなるって。乗ったらへんわ。いや犬の話って大体こんなんですって。